というところから一応やってきましたロザリンドと言います。ほとんど毎年のように熊本には来させていただいて、先ほどのノータイトルさんとかをはじめ熊本のバンドの皆さんに本当によくしてもらってるんですけれども、多分いつも見に来てくれているというお客さん以外にも今日はすごいこの後にプリングティスとか、それからあと地元のかっこいいバンドとかまだまだ控えてるんで、多分ロザリンド見たことないっていうお客さんもいっぱいいると思うんですけれども、全然かっこよくもないし、おしゃれでもないし、流行物でも何でもないですけれども、ちょっと面白いなって思うところはなんかあるかと思われるので、そういうところを見つけて楽しんでもらえればいいなと思います。一